こうかしら。違う。じゃあこんな感じ。違う、全然違う。いい、もっと見る人の心をくすぐる可愛い小悪魔っぽさをアピールしなさい。小悪魔っぽさってどういうこと？そんなこともわかんないの？まったく、しょうがないわね。こうやるのよ。ああなるとムニでーす。みんなのハート、ムニにちょうだい。それはちょっと、やりすぎじゃないの？何言ってんの？可愛いは正義なのよ。ほら、あんたもやってみなさい。私が？絶対嫌よ。なんでよ、このままじゃコンテスト優勝できないわよ。別にそのポーズじゃなくてもいいでしょ。ムニさん、張り切ってますね。きっとエソラちゃんも審査員するみたいだから気合入ってるんじゃないかな。エソラさんが審査員をするのと何か関係があるのですか？前にエソラちゃんとキャラが被るのが気になるってムニちゃん言ってたよ。なるほど、ムニさんとエソラさんはライバルなんですね。ただそうなるとムニさんの求める可愛いを私に表現できるかどうか少々不安で。大丈夫だよ、はるなちゃんは心配性だな。それよりはるなちゃんのライバルはつばきちゃんだよね。え、いきなりなんです？だって二人とも葵さんのこと大好きなんだもん。ですから、何度も言っているように私は同じ DJ として憧れているだけです。そうかな。じゃあ私と葵さんどっちが好き？はい、どういう意味ですかそれは。そのまんまの意味だよ。ねえねえ、どっち？くるみさんとは長い付き合いですから、好きとかそういう問題では。ちゃんと答えてってば。好き？嫌い？どっち？好きか嫌いかで言われたら好きですけど。さすがはるなちゃん、今の表情とっても可愛かったよ。はい？はるなちゃんはムニちゃんが求める可愛いの基準を十分クリアしてるってことだから、もっと自信持って。周りくどい励まし方しないでくださいますか。まったく、くるみさんは相変わらずなんですから。ちょっとはるな、いつまで休憩してんのよ。特訓始めるわよ。ほら、はるなちゃんのこと呼んでるよ、早く行って。分かってますわ。それじゃ行ってきます。頑張ってね。いつものままで大丈夫、はるなちゃんは十分可愛いよ。